んにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、この色無地はどんな TPO でどれだけたくさん着ることができるのというテーマでお伝えをしたいと思います。皆様は色無地をお持ちになっていて、それをどんな時に着ることができるのかしらとか、それから色無地をこれから作ろうと思われている方は、色無地って役に立つのかなって思ってらっしゃる方がいらっしゃると思うんですね。そんな方のお役に立てる内容になっていると思います。ぜひ最後までご覧ください。そしてご感想やご意見がございましたら、どうぞお気軽にコメント欄からたくさんお寄せください。皆様のご意見やご感想を元にしてこの動画を作らせていただいております。さて、この色無地です。はい、この色ではこの色無地はどんな色無地ということをご説明しますね。なぜかと言いますと、色無地にもいろんなものがあるんですね。で、色無地のいろんなものによってその用途はかなり違ってくるんです。ここ重要です。色無地っていうと、もうこの着物の格でこんな用途っていうふうに一括りで考えられていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんけども、その内容によってかなり TPO が違ってくるんですね。例えば、紬の後染めの色無地、それから紬の先織りの色無地、それから一般的な色無地、そしてこんな作家の方が作ってくださった色無地とか、それから作家の先生にお願いしたんですけれども生地が違う色無地とかっていろいろあるんですね。それらをざっくりと違いをご説明して、 TPO の違いもご説明したいと思います。はい、色無地と言いましても、生地が紬になりますとやはり格が下がるんですね。格が下がります。見た目は無地だから、一色の色だから色無地で同じじゃないって思われるかもしれませんが、やはり紬ですと柔らかものよりも格は下がります。これはお値段が安いとか品質が下がるとかということとは全く違いますよ。はい、格の問題です。格から見た時に格が下がるんですね。格が下がると TPO が違ってまいります。例えば紬の色無地でしたら、割と気軽にデパートにお買い物に行きますとか、それからちょっとお友達とお昼のお食事に行きますっていう時にどんどん来ていただきたいと思います。その時に8寸の帯でも9寸の帯でもいいと思います。ですが、もう少し普通の色無地になりますと、生地の光沢感っていうのが出てくるんですね。ですから光沢感が出てくるので、そしたらドレスを着ているようなものなんですね。お洋服で言うならドレスです。柔らかものというのはドレスと思っていただくと分かりやすいと思います。ドレスを着てちょっとお食事に行きますか、ドレスを着てちょっと気軽なショッピングに行きますかっていうことになるので、ちょっとそれって仰々しいですよね。ですから仰々しくしていい場面で着る方がいいんですね。柔らかものは、はい、柔らかものの色無地は、で、この私が着ていますこの色無地は、その一般的な柔らかものよりももう一つ上のランクになります。何が違うの？違わないじゃない、一緒じゃない、勝手に言ってるだけじゃないと思われるかもしれませんが、ですね、違いがいくつかあります。まず生地が違うんですね。生地が違うとものすごく違うんですよ。それをお見せしましょう。これも色無地です。これも色無地です。これも私大好きな色で、この色無地とこの色無地は同じ先生に染めていただきました。かの有名な滝沢明先生にお願いをして、私に似合う色で染めてくださいというふうにお願いした色なんですね。ですからどちらも大好きです。ところが生地が違いまして、この生地は四段ぼかしの色無地という、あの色無地で使っている生地、あの国産の一番いい生地を使っております。で、こちらの生地は私が白生地屋さんに行っていろんな生地を見て、あ、この生地どうかなと思って、こう縦の地紋が入っていますし、光沢感がありますし、これなんか使えないかなと思って買った生地を先生に染めていただいたんですね。ですからそんなにいい、あの白生地でもないんですね。ですが滝沢先生に染めていただいたということは、素晴らしいものが出来上がるはずなんですね。で、確かに素晴らしいものが出来上がってまいりました。
大好きです。で、ところがですね、やっぱりこの生地の違いで着る TPO がかなり違うっていうことも私は経験したんですね。この生地はかなり薄いですね。かなり薄い合わせにしていますので、合わせとしては同じなんですけども、薄くて、そして縦に地紋が入っていますので、少しだけカジュアル感があります。そして生地が薄いんですね。はい、そうするとこの生地とこの生地を比べた時に、こっちのが圧倒的にフォーマル感が高いんですね。フォーマル感が高いです。上質感が出る。で、こちらはカジュアル感が出るんですね。ですから着る TPO がかなり違ってまいります。じゃあどっちがいいのっていうような問題にもなるんですけど、これは皆様の TPO に合わせて、それぞれ のご自分の TPO に合うお着物をお作りいただく方がいいと思うんですね。でも色無地でもこんなに違うっていうことを私は今お伝えしております。こちらの方は普段には着ません。こんなドレスのようなもの。そうですね。このドレスを着るというような感覚の時に、これにこういう名古屋帯だったり、それからおとなしめの袋帯だったりを合わせます。こちらは少しおしゃれ感が出ていますので、金銀がたくさん入った格の高いものはあんまり合わないんですね。で、それに対してこちらは、もういくらでも格が高い金銀が合います。生地の上質感と生地の厚みと、それから色ですね。こちらも色、どちらも同じ先生に染めていただいた色としてはいいんです。違いは生地ですね。生地によって格が違う。こっちはかなり砕けた雰囲気のドレスのように着る色無地です。それに対してこちらは式典でも、なんなら叙勲でも、叙勲の時でも大丈夫。どんなパーティーでも大丈夫。ただしパーティーの華やかさがないので、その時は自分の立場ですね、一番控えめな立場で参加するっていうようなパーティーの時は大丈夫です。そしてこちら、この帯は豪華な袋帯がとてもよく合うんですね。例えばこれはトナミさんの帯、白の帯ですけれども、私はこの帯をよく締めます。この組み合わせでよく着ることがあるんですけれども、これは日本的な何か場面でこのような姿にいたします。娘の結婚の前の両家のお顔合わせの時のお食事会にも締めました。それからもしかしたら七五三とかにも締めてるかもしれませんが、帯ですごくフォーマル度が高まる。その時にこちらがそのフォーマル度についていけない色無地だとダメなんですね。さっきのこちらだとこの帯は合わないんですよ。生地が少し軽くなる。そしてこの地紋がモダンになるので、この和の豪華な金とは合いません。私が今着ているものはこれ大丈夫ですね。すごく大丈夫。それからこれは日本風なので、洋風にしたいときはこれをします。これ戸波さんの帯ですが、こんな帯を締めてパーティーとかに使います。はい、華やかなお席というのはやっぱり訪問着の柄が欲しいので、訪問着を着ることが多いんですけれども、そうではなくて少しおとなしめにしたいというときありますよね。そのときに色無地で柄を抑える、だけど帯はしっかりフォーマル感を出していますっていうような着方になさると、その場面に合うということになりますよね。で、これで和と洋を使い分けています。それに合うお着物です。こんな帯もありまして、この帯になりますともう少しフォーマル感が少なくなるんですね。フォーマル感が少なくなります。ぐっとおとなしくなります。私はこの使い方はあんまりしないんですね。でもこれで合う場面もあると思います。これですとその全体の着姿が色無地以上にはあんまりならないので、私は色無地以上にしたい時に使うことが多いですね。これはおとなしくするっていう場面に使えます。それとこの色無地に対して、今日は
力がある遠峰先生の九寸名古屋の素名日を合わせていますね。この組み合わせでも大丈夫です。大丈夫です。例えば何かの会があって、それが新年で、皆様がきちんとした装いでいらっしゃるだろうというような時に、だけどお昼の会だし、袋帯っていうほどのことはないし、訪問着っていうほどのことでもないのよね。じゃあその時に付け下げになさる方もいるでしょうし、もしかしたら紬の訪問着の方がいらっしゃるかもしれません。でも紬の訪問着よりは、この柔らかものの方がやはり上品さは出るんですね。紬はおしゃれ感です。柔らかものは上品なとか格が上っていう格になってくるので、柔らかものの良さというのはありますよね。でその時にこのような使い方もできます。でこの着物に対して、じゃあ逆にあんまり力のない帯って合うのかしらっていうこともありますので、それも合わせてみましょう。はい、力がない帯の代名詞としてこの帯を持ってくるのは、この帯にかわいそうなんですけど、この帯は、絞りなんですね。絞りで絞っているので、はい、雰囲気のある帯ですけれども、それ以上のものがないので、やはり力がそんなにあるとは言えない帯なんですね。でも洒落物には大活躍です。これは九寸名古屋帯、こちらも九寸名古屋帯ということで、帯のその種類としては同じです。同じですが、こちらはもう日本伝統工芸展の正会員の先生が丹精込めて力作とを書いてくださった山水画の帯、それに対してこちらは割とシンプルな帯なんですね。こういう帯をこの着物に合わせたら合うでしょうかとなりますとですね、こうすると皆さんは合うと思いますか、合わないと思いますか。こうすると帯が貧弱すぎるんです。帯が貧弱すぎる。それは色が合わないというようなことではなくて、この着物の持っている生地の上質さ、これやっぱり生地がいいんですね。厚みや品質から生まれてくる光沢感とか質感とかがすごくやっぱりいいので、このようなシンプルな帯だと帯が負けてるんです。帯が負けてる、はい、だから合わせられないことはないですけれども、これだと着物がかわいそうということになるので、やはりそれなりの帯を合わせてあげてください。ということで、この色無地はこのような使い方をいたします。それに対して、この同じ滝沢先生が染めてくださったこの着物は、色がとても似ているのですが、生地が違いますし、カジュアル感がありますし、生地の薄さもあるので、やはり九寸名古屋、こんな帯を、少し上等な帯を合わせて使っていただくのが一番向いているということになりますね。はい、私はあまり色無地を積極的に着るタイプの個性ではないんですね。紫のタイプというのは、無地の着物より柄の着物に惹かれるので、色無地というのはなかなか着ない人なんですけれども、でもこのお着物はとてもとてもよく着ています。もう一色別の色が欲しいぐらいですね。はい、そしてこのお着物によっていろんな場面で救われている、手助けされているっていうんですかね、子どもたちの入学卒業だったり、それこそ両家のお顔合わせだったりするんですけども、そういういざという場面で、訪問着でもいいんですが、これだったら万能じゃないですか。訪問着だったらやっぱり季節感とか豪華さの調整とかありますけれども、色無地万能なので、帯を変えて調整できる。そしてこの色無地がとても私に似合っている色なんですね。そして私の大好きな柄が書かれておりますので、このクレマチスを楽しみながら、はい、着させていただいております。はい、私にとっての色無地の TPO をお伝えしました。この内容が皆様のお役に立つことを願っております。さて、今日の着物クイズです。色無地とは、無地のお着物のことを言う。色無地とは無地のお着物のことを言う。丸か×か、どちらでしょう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。